はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますのはですね、ハッセルブラッドの、ボディの中でも現行モデルのですね、最上級の部類に入ります。503CW のボディになります。はい。外観から見ていきますけれども、よっ。はい。新しい、比較的新しい機種ですので、外観は大変綺麗ですね。こういった張り側もですね、劣化したり剥がれたり、摩耗があったりもせずに、はい、綺麗ですね。金属部の腐食も全く見られないですね。はい、底部も、三脚の取り付け部も、剥がれとかないですね。非常に綺麗です。はい、バックシャッターも綺麗ですね。はい、ひび割れたりとかですね、汚れたりしてないですね。この、フィルムマガジンとの接合部も、白く剥がれたりとかしてないです。でもって、中もですね、このバルパスの割れがよく見られるものが多いんですけれども、はい。はい、こちらはですね、バルパスのひび割れも見られずにですね、素材の劣化はほぼ見られないですね。非常に綺麗です。はい。はい、シャッターを押してみても、非常に軽快に動作してますね。はい。はい、ご覧の通りです。はい。はい、中もですね、ご覧の通り、ひび割れとか、見えますかね？見られないと思います。はい。はい、はい。ファインダーはですね、ご覧の通り、ウエストレベルの、ファインダーついてるんですけれども、ご覧の通りで、ね、ループの立ち上がりも問題なくですね。はい。非常に綺麗です。はい。で、フォーシングシングスクリーンは、ですね、503CW の標準です。アキュートマット D ですね、が装着されておりますね。非常に透明感のある、スクリーンで、汚れとかですね、変な書き込みとかもなくて、非常に綺麗です。はい、取り外して、交換もできますしね。このままお使いいただければと思います。はい、横にはですね、フィルム感度のインジケーターがついてまして、TTL 調光ができるようになってるんですね。シンクロソケットがここに入るようになってます。はい、ここですね。はい、こんな感じです。はい。はい、で、フィルムマガジンは、これも標準の、ですね、A12 マガジンですね。で、後ろに、こう、スライドが差し込めるタイプになってますね。ここに、はい、差し込めるようになってます。はい。で、スライドもですね、ベコベコになったりせずに、ほぼ、非常に綺麗ですね。まっすぐですね。で持って、はい、中も、はい、腐食とか錆とかいったものは全くなくて非常に綺麗です。はい、で、シリアルも108の、見ますかね、108で一致してますね。はい、これ問題ないですね。はい、今カウンター出てませんけども、これで。はい、これでカウンターが1で止まりましたね。はい、でこの状態で、ボディに装着していただいて、あれ、はい、これでスライドを抜いてもらうと、はい、これで撮影できるような感じになってますね。はい、これ赤くなりますので、1回シャッターを押すと巻き上げると、はい、カウンターが2になって、はい、もう1回シャッターを押すと赤くなって、はい、巻き上げると、はい、3にカウンターが増えるという感じになってますね。はい、動作は全く問題ございません。はい、これですね。
付属品がですね、先ほどご覧いただいた、はい、ボディキャップと、で今回はですね、はい、オプテックの、ですね、このスポンジ、ウレタンがついたですね、幅広のストラップ、この金具がついてますね。この金具がここにつくんですけれども、はい、こうパチッとはめていただく、はい、ストラップをお付けいたします。これ首が全く疲れないので非常におすすめですね。はい、ということで、はい、ハッセルブラッドの、はい、現行モデルです、現行ボディです。503CW のボディになります。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。